アサバスカダキとは北アメリカ大陸北部を流れるアサバスカ川に存在する幕府である。なお、アサバスカダキも含めた周辺地域はジャスパー国立公園に指定されている。アサバスカダキを少しか流側から見た写真。周辺の岩盤を侵食している様子。アサバスカダキはカナダのアルバータ州のジャスパーから南に約 30km の場所に存在する。 なお、この付近でアサバスカ川は、おおむね北の方向に流れているため、ジャスパーから見て、アサバスカ川の約3 0トル上流にアサバスカ滝が存在すると還元することもできる。この滝は、落差約2 4ル、幅約1 8ルの大きさである。また、水量が豊富であることでも知られ、このため、たとえ寒波が来たとしても、 滝の水量こそ減少する傾向にあるものの、滝全体が凍りついてしまうようなことは起こらない。ところで、この滝よりも下流は硬い軽岩でできている一方で、滝は石灰岩でできた場所を流れ落ちている。つまり、滝の上と下とで岩盤の素性が大きく変わっているのである。石灰岩は渓岩と比べると柔らかく、また石灰岩は科学的にも侵食されやすいため、 石灰岩の部分は滝によって徐々に侵食されていっている。アサバスカ滝へはカナダのアルバータ州の高速道路93号線のアイスフィールド高速道路に存在する支線である 93A 号線を利用すれば来ることができる。93A 号線はジャスパーの町の近郊からこの滝のすぐ北東に存在している駐車場までつながっている。そこからは歩く必要があるものの 滝の周辺は、ある程度整備されていて、安全に滝を見学したり、滝の写真を撮ったり、滝の周辺を散策したりできるようになっている。ところで、記述のように、アサバスカ滝は、アサバスカ川の存在する滝であり、このアサバスカ川は、ジャスパー近郊へと流れている。これを利用して、この滝の直下からジャスパーまでの、約30キロメートルをカヌーなどで降るものもしばしば、 見られる。アイスフィールド高速道路とは、カナダのアルバータ州の高速道路93号線である。アルバータ州のレイクルイーズと同じくアルバータ州のジャスパーとを結ぶ道路。そして、このアイスフィールド高速道路のジャスパー付近には 93A 号線という支線が存在している。アサバスカ川の主に北側を通る本線の93号線と並走する支線として、 アサバスカ側の主に南岸に 93A 号線が存在していて、こちらはジャスパーの南部への通勤やジャスパー南部の生活道路として使われている。そして、この 93A 号線からは、さらに南方に伸びている支線が複数存在していて、アサバスカだけに繋がっているのは、こちらの支線の一つである。この 93A 号線から南へ伸びている支線は、 ジャスパー国立公園内の観光名所へ向かうための観光用道路であり、各々の観光名所付近で行き止まりとなっている。なお、本線の93号線とは違って、この観光用の支線は道幅が狭い上に未舗装となっている。このため、本線の93号線の制限速度が概ね時速9 0トルであるのに対し、 観光用の視線の制限速度はおおむね時速6 0トルとなっている。ちなみに、この観光用の視線の道端は、植物が生い茂っているために、この道路から付近に生息する動物などを見るのは難しい。ウォーターホールズ・オブ・ザ・パシフィック・ノース・ウェスト・アサバスカ・フォールズ2007年6月27日、閲覧。ありがとうございます。